確実に痩せるダイエットの方法をお伝えします。あなたはこんなことがありませんか？例えば少し前までは、ちょっとこう運動したり、少しこう食べる量をコントロールしたら、もうすぐに体重をこう元に戻すことができていたのに、最近は、何をやってももうなかなかこう簡単に体重がこう元に戻らない、そんなあなたに朗報です。今からお伝えする、この動画のお話、聞いていただきますと、あなたは、痩せ体質になって、簡単に痩せることが、できるんです。その、解決策をお伝えしていきますね。こちらです。あなたの体温を上げましょうということなんです。あなたの基礎体温、今何度ですか？もうこの時期ですからね、こう毎朝測っていらっしゃる方も多くいらっしゃると思うんですけれども、今実はですね、低体温の方が増えています。理想は 36.5 度から 36.8 度、この体温をキープしていきましょう。実はですね、日本人ですね、この50年間の間で、体温が1度下がってきているというデータがあるくらい、全国的にですね、低体温の方が増えているんです。もう36度ないですっていう方多いんですよね。どうかすると34度台とか、危険な状態の方がいらっしゃるわけです。でそういった方々がどうなるかというと、その体温が例えば 6.5 なくて 35.5 から8度とか、そういった方はその1度下がったことによって代謝がなんと 12% もそれだけで下がってしまうんです。でこの代謝でね、皆様聞かれたことあると思うんですけれども、基礎代謝ですよね。そのよく代謝がこう落ちたとか高いとかいろいろ言いますけれども、その代謝が落ちる、下がるだけで、その体の処理能力がこうガバッと落ちてしまうわけです。そうすると、体内に余分な水分やこう脂肪がですね、どん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 こう蓄積されてこう溜まってしまって、こう外には出ないということになるんですね。でこの基礎代謝というのは、その何にもしなくてももうゆっくり休んでいたり、眠ってたりですね、こんな時にでもそのエネルギーを消費してくれるものですよね。そこが落ちるわけですから、お分かりですよね。どれだけエネルギーを消費せずに滞っていくかということなんです。で逆に言いますと、もしあなたの体温が 36.5 から36.8 度キープできたら、代謝が上がるわけですから、それだけでどんどんエネルギーを消費してくれて、痩せやすくなりますよということなんです。もうすごいですよね。実は過去私もかなり低体温でですね、35度台が続いた時期があったんですけれども、ものすごい体調不良に襲われて、えらい目に遭った時期がありました。で今ではもうこの体温をキープできているわけなんですね。そうすると、とにかくもう健康で、その太りにくい体質も手に入るわけですから、もう多少のことがあってもですね、もう全然きつくないわけです。なのであなたも、まず体温を上げて、あなたの基礎代謝を上げて、結果、余分な水分や脂肪をため込まずに、どんどんエネルギーを消費できるその体を、体質を手に入れていきましょう。でまたプラスアルファですね、体温はそこまで低体温ではないんだけれども、例えばその冷たい飲み物ですとか、冷たい食べ物をこうしょっちゅう食べてらっしゃる方というのは、やっぱり内臓が冷えてますから、同じく低体温にも値するわけです。隠れ冷えと言われるものですよね。そういった方も注意ですよ。ほっとしてみていただいてよろしいですか。今あなたのこの手でですね、直接服の下ですね、お腹をこう触っていただく、もしくはこうお尻周りをこう触れていただくと、冷たいなって感じてませんか？手よりもお腹やお尻周りの方が冷たい、そんなあなたはかなりお体が冷えています。そうならないために、ここから解決策をお伝えしていきます。
私が日頃取り組んでいる体を上げる方法です。入浴の方法ですね。一工夫ここでしてもらいたいですね。で2種類あります。1つ目は塩浴です。こちらは天然のお塩、私が、こちら使うお塩ですね。こちらが、1キロ入りです。私はですねこれ全部使います。1キロ全部湯船に入れます。そして、1キロがない方はこの半分500グラムから1キロで OK です。を湯船に全部入れて溶かして入る。2つ目、生姜浴です。すりおろした生姜を、100グラムから300グラムぐらい、だしパックであったりこういったお茶パックであったり、しっかり詰めていただいて、できればこう輪ゴムとかでしっかり口を閉じるといいと思うんですけれども、その袋を浴槽に入れて入りましょう。でこの両方ですね、入り方がありまして、どちらもこう浴槽に入れたらですね、時間はだいたい15分から30分ぐらい半身浴で入ってください。でお湯の温度ですけれども、できれば40度ぐらいのこうぬるめのお湯に浸かりましょう。でもし持病がお持ちの方とかこう長湯がこう疲れやすいという方は3分入って一度上がってまた3分入って上がるを繰り返し、トータル湯船に15分から、できれば30分ですね、最低でも20分ぐらいこう繰り返し入っても OK です。そのことでもう芯からポッカポカにこちらですね温まりますし、デトックス効果がすごいんですね。ものすごい量の汗が出ますのでお楽しみにされててください。でまた、追加でお伝えしますけれども、明日2020年の、6月6日土曜日は満月です。でこの日はですね別の動画でもお伝えしておりますけれども、毎月来るその新月と満月ですね、この夜は月の引力の力がもう最大限にこう発揮されるわけですから、体内の老廃物がこうどんどん外に出せるにはもうもってこいの日になります。そうすることで、体温も上がって体内のいらないこう老廃物がどんどんデトックスできて、そしてプラスアルファここでですねあなたの腸内環境も良くなるんですね。なぜかというと、体温が高かったり、腸が温まるとその腸内環境がこう活発になって良くなるわけです。そうすることで、腸内細菌のバランスが整いますし、腸がきれいになればあなたのこう全身を巡っている血液もサラッサラできれいになりますから、ますます痩せ体質へと近づくことができて、結果きれいに健康的に痩せることができるんです。さあこのお話いかがだったでしょうか。体温を上げるだけで痩せることができる素晴らしいこの体の仕組みをですね、ぜひ味方につけていただいて、あなたとそしてあなたの周りの大切な方々のお役立てください。そしてこのお話を繰り返しご覧いただいて、ぜひ日頃の日常の痩せる取り組みに使ってみてくださいね。またこの動画が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。